愛子様に、政略婚の危機、自民党から、旧三宅男子との結婚、望む声。皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。3月の記者会見で、そうおっしゃっていた愛子様。この4月に、 大学三年生になられた愛子さまは、この二年間、ずっと、通学をお控えになっているというが、学習院大学の女子学生に話を聞くと、昨年の秋に、キャンパスで愛子さまをお見かけしたことがあったという、昨年、大学祭の開催中に、ご友人と一緒にいらっしゃる愛子さまとすれ違いました。20メートルくらい離れて、 警備の方がついていくのも見えたので間違いないはずです。昨年の大学祭は事前に予約しないと入場できず人数制限もあったので感染の危険性は低かったと思います。まん延防止等重点措置が解除されて迎えた新年度。今年こそキャンパスに通学される愛子様のお姿が見られそうだ。結婚は私にとってはまだ先のことのように感じられ。 今まで意識したことはございません。理想のお相手については、特別これといったものはございませんが、一緒にいて、お互いが笑顔になれるような関係が理想的ではないかと考えております。会見では、結婚は、まだ先とお話になっていた愛子さま。大学では、男子学生との出会いが待っているかもしれない。だが、正解では、愛子さまの将来を左右する動きが、 水面下で進んでいるという。実は、岸田文雄首相が、皇位継承問題に取り組む意欲を見せているのです。最近では、皇室転犯の改正は、私の代でしっかりやりたい、と、周囲に話しています。次世代の皇位継承者は、久人様お一人しかいらっしゃらないため、皇室の存続が危ぶまれている。皇位継承者を、男系男子に限定している皇室転犯を変え、 女性天皇。さらには、女系天皇を認めれば、皇室の危機を防げる可能性は高まるはずだが、岸田首相は、そういった抜本的な改正をするつもりはないという。昨年、岸田首相に、皇位継承問題について聞いたところ、男系男子による継承に関しては、維持しなければならない。女系にすれば、別の王朝になると、 こだわりを見せていました。首相が愛子天皇、実現に動くことはないでしょう。政府が設置した有識者会議が報告書に記した二案を実現させることが現実的な目標になると思います。有識者会議は女性皇族が結婚後も皇室に残る案と 皇族の養子縁組を可能にして、旧皇族の男系男子を皇族にする案を提言している。一つ目の案が実現すれば、愛子様や慶子様は、小室慶さんと結婚して、皇室を離れた。真子さんとは異なり、結婚後も皇室に残られることになる。今年1月の共同通信による世論調査でも。 この案に7割以上が賛成している旧皇族復帰への驚くべきプランが2つ目の旧皇族案は主に自民党の保守派が推進している。例えば自民党で皇室問題等についての懇談会座長を務める麻生太郎副総裁は月刊誌のインタビューで皇籍離脱した十一宮家は伏見宮家にルーツを持ち歴代天皇と団系で連なっている。 まずは、十一宮家から、未婚の男子を功績に復帰させることを考えるべき、と主張している。ただ、世論調査では、この愛への賛成は、5割を超える程度にとどまっている。有識者会議でも、ジャーナリストの桜井義子氏が、旧宮家は、 長い伝統の中でずっと皇族だった。皇室に縁のなかった人物が女性皇族と結婚すれば皇族となることを是とするなら、つい何十年前まで皇族の一員であった方が戻ることがなぜおかしいかと述べるなど賛成意見があった一方、次のような反対意見も上がった。現在の皇族とは別に、新たな皇族を作るようなことは皇統の分裂を連想させる恐れがあり、 絶対にあってはならない。皇統に属する男系男子であれば、薄い血縁でも法律で認められれば、皇族となり得ることは、天皇との血縁が濃い一定範囲のものという、皇位継承のあり方と、全く異なる。ひいては、国民と皇族との区別が、どこにあるのかとの問題も生じかねない。旧皇族の男系男子、と言っても、現在の皇室とは、男系で、 約600年の隔たりがあり、国民にとっても親しみのない存在、皇室の形を変えてしまうのではないかと危惧する声が上がっているのだ。そういった状況下で、驚くべき、作謀が目論まれているという、実は、愛子様をはじめとする女性皇族と旧三宅男子の結婚を実現させようという声が、少なからぬ議員から出ているのです。安倍晋三元首相は、 17年2月の有識者会議メンバーとの会食の席で女性皇族が旧宮家の男性と恋に落ちて結婚し男子が生まれたら万々歳なんですがと話したと報じられている。また自民党の保守派国会議員によるグループ日本の尊厳と国益を守る会は次のような提言を行っている旧宮家の男子について了承いただける方には 皇席に復帰いただけるよう。また、現皇族の養子か、女性皇族の婿養子となられることがあり得るよう。皇室天範の改正、または特例法の制定を行う。旧宮家の男子と女性皇族が結婚し、婿養子として皇族になるという方法を。 守る会は主張しているのだ。最優先するべきは愛子さまのお気持ち。70年以上も前に皇室から離れた旧皇族が国民に馴染みのない存在だという課題は男系派の議員たちも認識しています。ならば旧皇族の男系男子が女性皇族と結婚すれば国民も親しみを感じてくれるはず。そういった思惑があるのではないでしょうか。 さらに、その夫婦の子供は、男系に連なる上に、天皇家とも近い血縁となります。とりわけ、国民からの人気が高い愛子様が、旧皇族の男系男子と結婚してくだされば、男系での継承は盤石になるという発想なのでしょう。だが、上皇陛下も天皇陛下も、結婚のお相手は、ご自身の意思でお選びになった。 皇室の存続のために愛子様を特定の人物と縁組させる政略婚のようなことは両陛下も望んでいらっしゃらないだろう。静岡福祉大学名誉教授の小田部雄二さんは皇位継承問題をめぐる動きを危惧しているという戦後の皇室は世界平和への貢献や国民への歩み寄りといった行いを大切にしてきました。男系という血筋ばかりを重視する考えは 現在の皇室の在り方とは相い入れません。天皇を神格化していた戦前の皇室に戻そうという意図があるようにも見えます。皇室転半も法律ですから、国会で政治の力学によって決まってしまいます。しかし、愛子さまご本人、そして天皇皇后両陛下のお気持ちをないがしろにするようでは、国民の心も離れてしまいます。 結婚に関しても愛子さまのお気持ちを最優先することが大事です。天皇陛下も昨年の誕生日会見で愛子さまの今後について結婚のことも含めていろいろ将来のことも話し合う機会というものがあるかと思いますとおっしゃっていた政治に翻弄される愛子さまの未来果たして笑顔になれるような関係の人との結婚を実現できるのか本日も 最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また、皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ、評価などもお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。